はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日は新パックで登場したメタルフォーゼというテーマについてデッキ作ってきたんでやっていこうかなと思っております。メタルフォーゼどういうテーマかっていうとですね、通常ペンデラモンスターを主軸にして展開していくデッキで、エースモンスターは全員融合モンスターとなっております。ちょっと変わったテーマですよね。ペンデラムだけど融合テーマみたいな感じなんですよ。で、下級モンスターたちは全員共通効果を持っていて、まあ、サイキック属炎属性なんですけどね、全員、まあ、属性が強いからアレイスターとか入れても強いかもしれない。で、ペンデラム効果一旦に一度このカード以外の自分のフィールドの表側表示のカードを対象として、そのカードを破壊し、デッキからメタルフォーゼ魔法トラップカード1枚を選んで自分のフィールドにセットするということが書いてありまして、まあ、要するになんか表側のカードを破壊しながらメタルフォーゼ魔法トラップ、まあ、例えば、メタルフォーゼフュージョン、これは融合するカードですね。メタルフォーゼの融合、それから、メタルフォーゼカウンター、これは、カードが破壊されたらデッキからメタルフォーゼ出せるっていう効果、それから、メタルフォーゼコンビネーションは、メタルフォーゼこのカードが破壊されるとメタルフォーゼを、手札に加えるよっていう効果なんですけど、こういうカードを、まあ、持ってくることができるという、まあ、そういうことですね。で、ペンデラムテーマの都合上アドバンテージを稼ぐのはちょっと得意なんですけども、ただ結局カードを破壊してサーチしている関係上、その破壊したカードの効果が発動できないといけないんですよ。なんか何らかの、破壊した時に効果があるカードが結構相性いいと思う、基本的には。なので、まあ、今回は新しいパケット登場したこのおもちゃ箱っていうカードですね。これまず、破壊されるとデッキから守備力か攻撃力かどっちかがゼロの通常モンスター2体を守備表示で特殊召喚するっていう、まあ、同盟モンスターは1体までなんだけど、こういう効果持ってるんで、このおもちゃ箱を破壊するっていうのがまず一番、強い動き。これで、龍剣士マスターペンデュラムを出してきて、でステアレンってやつもいるんだけど、あどれだこれ、ステアレン絵柄が一緒でわかんねん、これか、ステアレン、これもちろんさ、ペンデュラムモンスターとして見た目同じすぎてわかんないんだよね、これ。でステアレンと龍剣士マスターペンデュラムを出してきて、で2体で融合していきます、メタルフォーゼフュージョンでね。はい、だからおもちゃ箱とペンデラムモンスターなんでもいいんだけど、これどれかがあれば一応その動きができると。で融合召喚していくのは、まあ例えばミスリエルね、ミスリエルは、メタルフォーゼモンスタープラスペンデラムモンスターで融合召喚できて、墓地の、メタルフォーゼカード2枚をデッキに戻すとフィールドのカードを1枚何でもバウンスできるよっていう、だからこれが除去能力を持ってるんで、こいつがエースですね一応。でこのカードがフィールドから墓地に送られたらメタルフォーゼペンデラムモンスターを自分の墓地のね、メタルフォーゼペンデラムモンスター1体を選んで特殊召喚するっていう効果も持っている。はい、あ墓地かあれか、あのエクストラディッカーかもいけるということですね。まあ先々維持もできる。でアルカエスト、あちなみに高校でこれ出すんですけど、先行だったらこいつ出します、メタルフォーゼモンスタープラス通常モンスター。まあ割と融合召喚条件は緩いですね。このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。相手ターンに一度サクリファイスできます。相手ターンに一度相手のモンスターをパクることができる。これが強いですね。まあ、効果モンスター限定なんで通常モンスターじゃないんですけど、このカードの守備力が、そしてあのパクったモンスターの攻撃力か守備力どっちか、じゃあ元々の攻撃力か、元々の攻撃力分アップするという効果を持ってますんで、これで相手のモンスターをパクれば、まあ、大体ね死にません。で、しかも、守備力高いですから、まあ、殴られることもあんまりないということで、まあ、かなり強いですね、これは。で、さらに、装備しているモンスターを融合素材にできるよっていう効果を持ってて、メタルフォーゼってちょっと融合召喚条件緩いモンスターがいくつかいるんだよね。例えば、オリハルクじゃない、このアダマンテ、アダマンテは攻撃力が2500以下のモンスターとメタルフォーゼで融合できるんで、これ超融合とかとも結構相性良くて、メタルフォーゼってまあ超融合デュエルリンクスだとないんだけどさ、あのスキルでしか、とか、あと、L だとなんかいたんで、これだ、カーディナルとか、これはちょっと重いから今回入ってないんだけど、攻撃力3000以下のモンスター ×2 プラスメタルフォーゼモンスターって融合召喚条件なんで、これでね、相手のモンスター吸って融合するっていうこともできるんで、はい、まあ、この辺はまあちょっとお好みで採用っていう感じですね。はい、で、オリハルクはメタルフォーゼモンスター ×2 で作れるモンスターで、貫通能力とこいつが墓地を送られるとフィールドのカードを破壊するよっていう効果を持っていますということですね。で、通常モンスターのテーマなんですよ。通常モンスターのテーマって、まあ、いろんなサポートが受けれるんだけど、まず苦渋の決断ですね。苦渋の決断は、レベル4以下の通常モンスター1体墓地を食いながら同盟モンスターを1体手札に加えるっていう効果を持ってるんで、これで墓地のメタルフォーゼ稼いでミスリエルのコストにしたいとかいう動きもできるんで結構強いっていうのと、あと、通常モンスターをシンプルにサーチできるっていうのは強いと、これレスキューラビット、レスキューラビットは、まあ、1枚が2枚になるカードなんですよね。アドバンテージを稼ぐのちょっと苦手で、メタルフォーゼって若干ね、
まあ、ペンデラム召喚が若干そのマスタールールであの弱体化されてるんで、もともとはあのめっちゃ破壊したモンスターバンバン出していけるあのテーマだったんだけど、あのちょっとルール改正があってね、あのリンクスもそうなんだけど、ペンデラムモンスターってエクストラデッキから1枚しか出せないから、だからちょっと若干弱くなってて、アドバンテージを稼ぐ方法はいくつか用意しないといけないんですよ。なんでそれが、今回のレスキューラビットと、おもちゃ箱ですね。でレスキューラビットは通常モンスターサポートであって、同盟の通常モンスターを2体特殊化ができるんで、あのもちろんメタルフォージも出せるんですけど、あのシンプルにこの1枚で最強モンスターが立つこのハーペリーっていうね、これを入れました。これはレスキューラビットが入ってるからしゃあないよねこれはね、あのこっから出てくる最強モンスターでこれ入れました。であとあのこれ意外と相性いいのはこのコンビネーションが永続トラップなんで、あの好きなタイミングで開くと相手カードをバウンスできるからフリーチェーンで結構強いっていう、まあ、そういうことですね。でハーピーレディが入ってるから、そのハーピーパフューマーとかペンダム召喚結構できるから、ハーピーパフューマー特殊召喚とかあして、まあ万華鏡サーチとかもできるんで、まあ、この辺が入ってるよっていう感じですかね。であとはあのレベル4に並ぶんで、デッドリシンも入ってるみたいな感じ。あの結構上振れるとかなり強い動きできて、ハーピーレディスクラッチクラッシュが立ってて、でコンビネーションセットされながらアルカエスト立ってるみたいな先行でね、いうことができるんですよ。あと高校だったらハーピーレディスクラッチクラッシュとミスリエル出して、まあ、2枚バウンスしてぶん殴るみたいなこともできるんで、なかなか面白いテーマになってるんじゃないかなと思います。はい、早速ね動き方ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。光の奇跡ペンデラム召喚じゃないとさ、ペンデラムスケール貼れないのどうにかならないかな。じゃあなんか絶対おかしいと思うんだけど、これなんで、なんで、おかしいと思うわ俺。そのね、こんなペンデラムスケールくらいなんか無条件で貼らせてくれてもいいと思うんだよね。なんかなんでこのゲームこんなに縛ってるんだろう、俺たちのあのなんかプレイングの幅を。とりあえずおもちゃ箱の効果で、なんかおもちゃ、とても到底おもちゃとは思えない謎の剣士と謎の、バイカーが出てきて、でライディングデュエルしていこう。ライディングデュエルアクセラレーション。召喚条件はメタルフォーゼプラス通常モンスターで融合、現れよメタル、なんかこいつフルメタルフォーゼか、フルメタルフォーゼアルカエスト。このモンスターはフリーチェーンで相手ターン中にサクリファイスをすることができるぜ。そうですね、一旦ちょっとワンドローしてから考えるもんします。とりあえず融合をデッキに加えてカードを1枚ドロー。あ、これ余裕だな、これは余裕だぞ、これは余裕だな。ペンデラム召喚これスケール合ってるもんな。こうして、おっと、これ最強のムーブできるか、もしかしてペンデラム召喚、草薙から特殊召喚しなくていいのかこれ。ハーピーパフューマー特殊召喚、はい、あ、してよかったのか別に、あ、してよかった、ちょっと忘れ、あ、これしてよかったの、あ、まあ、でもいいか、まあ、まあ、万華鏡を使えばいいか、万華鏡を使えばいい。あ、ちょっとあれですね、今あのあれですね、なんだっけ、竜剣士マスターペンデラム出して召喚、あ、シンクロ召喚するやつですね。ちょっとミスりましたけど、まあいいや、ハーピーレディ、まあ、強いことに変わりはねえ、俺は2体のモンスターでシンクロ、チューナーいねえのにシンクロ召喚してくる、うざい、ね、スティエレンの効果発動、スティエレンの効果によってフェード上のメタルフォーゼシルバードを破壊し、謎のトラップカードメタルフォーゼコンビネーションをセットするぜ。ちなみにこのカードは永続トラップカードのためフリーチェーンで発動することができる。つまりお前は今フリーチェーンでモンスターがバウンスされ、フリーチェーンでモンスターをパクられるっていう激ヤバ場面になっているぜ。大丈夫かペガタス、あ、やめろ、あー、まあ、そっちはいいや、あー、オッケー、そっちならいい、そっちならいい耐えた、よし、それはいい。これはちなみに、これもちなみに墓地効果を持っているぜ。ちなみに墓地を送られたターンに効果は発動できないが、メタルフォーゼカウンターは墓地から除外するとエクストラデッキの表側表示のメタルフォーゼモンスターを手札に加えるという採用効果を持っている。これによって融合作用を確保したりもできるぜ。ちなみに場面が狭すぎてめっちゃきつい、これ。いや、メタルフォーゼ組むんだったら、ちなみにあの皆さんマスターデュエルやりましょう。スキロショ、あ、そういうことしちゃう、そういうことしちゃう、ちょっとやめてよ、アルカエスト君の最強効果使わせてよ、セットセット、なるほど、
何デッキですかこれ。マインドスキャンとか磁着ですかね。それでは、はい、モンスターを攻撃表示で召喚します。じゃあバウンスだ。じゃあバウンスしよう。メタルフォーゼコンビネーションとかいう意味不明なカードがオープンすることによってハッピーレディスクラッチクラッシュの効果が発動するぜ。これがメタルフォーゼデッキ。うおー、メタルフォーゼコンビネーション、ハッピーレディの効果発動。帰れ、消えろ、俺の前から消えろ、二度と俺の前に現れるな。よし、これで強化ステージとなったとしてもモンスターが墓地に溜まってねえ。相手はきついはずだ。そしてメタルフォーゼカウンターの効果を発動。このカードをゲームから除外することによって、エクストラデッキの表が表示のカードを1枚を回収することができる。これアルカエスと反転召喚しないといけないってマジ。こいつ攻撃力ゼロさらすんだよな。こいつパクったモンスターの攻撃力か守備力分、守備力を上げるっていう効果なんですけど、攻撃力マジで上がんないんで、こいつゴミなんですよね。攻撃表示で置くのはマジゴミすぎんだけど、まあいいや、とりあえずこっちで叩き合って、叩き割ることにより、メタルフォーゼフュージョンをセットし、そして、メタルフォーゼコンビネーションの効果も発動するぜ。コンビネーションの効果によりメタルフォーゼカードを1枚をデッキから手札に加えることができる。これによって謎のゴールドライバーという、こいつもまたライディングデュエルしてるやつを手札に加えていくぜ。そして、メタルフォーゼシルバードを発動。融合してミスリエル出せばいいのか。これはシペンデム召喚が先か。なんか選択肢ありすぎてこれクソムズいんだよこのデッキで、メタルフォーゼシュルバードペンデラム召喚。やべえ、残り46秒。時間なさすぎんだよこれ。自分で操作してるだけでこんだけ時間なくなるからね。このゲームやばいよね。こことこれはモルフレーム、モルフレームいいか、モルフレームいいか、これどっちがいいか、ちょっととりあえず時間ない、時間ない、やばい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 、マジでやばい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 、急がないと本当にやばい。メタルフォースミスレールの方が発動しなきゃいけない。バウンサーしよう。で、ゴールドライバーと、やばいやばいやばい、やばいやばい、助けて助けて助けて、何これ、これこうで、それ除外、バウンスして、はい、で、ですね、効果発動して、で、メタルフォーゼのこの叩き割ってペンデラムスケールを、ちょ、やばい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 、ちょっと待って、やばい、本当にやばい、ちょ、やって、殴るしかねえか、これ戻せるか、これ、やばいやばい、うるさい、ちょ、奥にするしかない、バトル、危ねえ、危ねえ、危ねえ、オップレー。ちょっと小波さん、もうちょっと時間伸ばしません、このゲーム。石津お姉さんね、元祖隠れ巨乳じゃん。ゆずちゃん、胸の脅威以外は可愛いですよね、はい、僕は貧乳好きじゃないんで、はい、ウマ娘でいうとスーパークリークが好きですし、遊戯王のキャラクターでいうとアンナちゃんが好きなんで、貧乳は好きじゃないんですよ。貧乳好きの皆さん大変申し訳ございませんが、私は友達になりそうになりませんね、はい。ま、俺と友達になりてえっていうやついないだろうけどな。最近は友達消失デッキを作りすぎて、なんかリュウさん友達ゼロに なってませんかっていうコメント来るけど、一個言ってやろうか、もともと友達なんていないぜ。だから俺に友達をなんか友達がいなくなるというワードは脅しにはならないぜ。サッシルキーめんど、まああいつはバウンスすればいいんで、まあそんなに痛くないですけどね。別にバウンスすれば関係ねえ。俺らさんドロー、ゴルドラ、なるほど。ですね、まあ、とりあえずこれレスキューラビットですかね。レスキューラビットを召喚、そしてレスキューラビットの効果を発動。レスキューラビットの効果によりこのカードをゲームから除外し、大丈夫か、次の瞬間にかかったか、サイクロンかそれ、まあ、大体サイクロンですよね。サイクロンか、まあ、狡猾入ってるのかな、ちょっとサイクロン、多分サイクロン、あれは俺はサイクロンと呼んでる。そしてハッピーレディ2体でシンクロ召喚。この時意味わかんねえよな、急になんか
ハーピーレディ出してさ、レスキュラビットからかと思ったらさ、いきなりさ、あのメタルフォーズフュージョンって言ってるから意味わかんないよね。そこそこ意味わかんない。モンスターをシンクロ、ハーピーレディスラッチクロショー、シンクロ召喚、そしてテクダリーマジックカード、メタルフォーズフュージョンを発動。メタルフュージョンの効果により、これはもうなんかあのメタルフォーゼフュージョンごと戻す やるしかねえな。ハーピーでスクラッチクラッシュの効果によってそのサッシールーキーとかいうモンスターには手札に戻ってもらうぜ。そのモンスターは破壊耐性を持ってるらしいな。ただバウンス耐性はない。メタルフォーゼミスリエルの融合召喚条件はメタルフォーゼプラスペンジュラムモンスター現れろステージへ。メタルフォーゼミスリエル、そしてミスリエルのモンスター効果は墓地で存在するメタルフォーゼカードを2枚デッキに戻すことによって相手フィジョンのカードを 1枚選択し、そのカードを戻すことは何説明してるところでしょうか。今説明してるところでしょうか。出た超ド級ホーニーおっぱいさんじゃん。テンション上がんな。超ド級ホーニーおっぱいさんちょっと初めてだったわ、ランク戦で。いやなんかマジであの列車全然当たんないんですけど、あれですかね、誰も心拍向いてないっていうのはある、もしかして。もしかしてなんだけど、誰も心拍向いてない問題あります。俺気づいちゃったんだけど、とりあえず先行初手は一旦ハーピーレディ出すっていうのは決まりですからね。はい、一旦、まあ、メタルフォーゼデッキなんで一旦ハーピーレディ出すっていうのはちょっとあるよね。あるある。で、くじの決断を発動。くじの決断の効果によって、フィールド上の、あ、間違えた、デッキに存在する通常モンスターを墓地に送りながら、ゴルドライバーを手札に加えていく。そしてゴルドライバーをペンデラムスケールにセッティング。ゴルゴルゴルドライバーペンデラムスケール1、こちらで、これどっち上がしたいんだ俺。ステーレン分かんねえな、これステーレン8か。これどっち破壊したらいいんだろう。ゴルドライバーの方がいいのかな。これ難しいな。これどっち破壊したいんだろう。わかんねえや。メタルフォーゼコンビネーション、ゴルドライバー破壊したら次のターンにあれかペンデラム召喚できるかもしれないから、あれかゴルドライバーを破壊した方がいいのかな。ちょっとまだね、あのプレイング定まってませんが、ご容赦ください。とりあえず相手のモンスターは一体何、貴様なかなかやるじゃないか。まあいいだろう、それはしょうがねえ。こいつは破壊された場合にペンデラムモンスター1体をメタルフォーゼモンスター1体を手札に加えるという最強効果を持っている。これによって8持ってくればいいんだな。これ8持ってくればいいから、ボルフレイムかなんかでいいですか。これスエレンでもいいですね。これどっちもいいな。まあでもおもちゃ箱のコストっていうか、できたらリクルートできるからボルフレイムの方がいいね。あのステーレンはデッキが出てくるかもしれないもんね、はい、さあ2600バウンスモンスター、お前は魔法カードを使った場合モンスターがバウンスされるぜ。超ド級の爆走列車やばい。シンプルにやばいかもしれない。ちょっとあのデリックレーンだけやめよう。バトル耐えた、耐えたか。コンセント、これコンセント6000、大丈夫、6000でもギリ耐える。3400、よし耐えた、よし危ない。それは聞いてないよ。